株式会社牛虎は三重県の伊勢島を中心に店舗を展開するスーパーマーケットの運営企業である CGC グループに加盟しており本社は三重県伊勢市。1929年に清水虎吉が大阪市で精肉店牛虎を開いたのが始まりである。1949年に伊勢市に店舗を一転し、 1954年7月には清水産業を設立して法人化した。1964年7月2日に営業部門を独立する形で牛トラを設立して、同月伊勢市内にスーパーマーケット1号店のソネ店を開店した。1984年7月に株式会社に開所して株式会社牛トラになり、2002年5月に 株式会社牛虎に社名を変更した。本社のある伊勢市を中心とした地域密着型の運営を行い、中南西地域に店舗を展開してきた。2012年7月には松阪市にドライジルドの通貨型のセンター機能のほかに、生肉、鮮魚から惣菜までの加工も行う、集中加工センター機能も、併設など幅広い機能を持つ新たな物流センターを開設した。 このセンターは従来の物流センターよりも約2 0トル北上した場所に立地していることから三重県全域への配送が可能であり三重県内全域への出店が可能となった。また40店舗500億円まで対応が可能な規模の施設となっており出店ペースを2年で3店舗に増やして規模拡大を図り2022年には 年間売上高500億円を目指すことになった。清水秀隆社長自身が作詞作曲を手掛けることから、ピーター・ドラッカーだけでなく、ビートルズや小袋などの芸術系からも取り入れる、独特の経営哲学を標榜し、好感度好感度スーパーを目標として事業展開している。顧客、従業員、取引先、株主、地域社会、行政。 環境を七つの利害関係者と呼び、七者の間で順位はなく、異なる役割を果たすものとしており、過剰な消費者優先思想を表す、言葉の、お客様は神様ですとは一線を隠す方針を、清水秀高社長が唱えている。顧客は利益の源泉で、従業員は幸福の循環起点であり、取引先とは信頼関係で結ばれ、株主は、 資本提供者として事業に貢献する。また、地域社会とは顧客満足度向上活動などでつながり、行政とは様々な活動で協力体制にあり、環境問題に関しては法令を遵守することを通じて利害関係があるとしている。地元の伊勢市でお払い待ちなどを舞台に行われる、お伊勢山マラソンや家福などとともに協賛している。 2012年3月27日に牛トララブリーツ渋み店に売り上げの一部を津の伝統行事津祭りに寄贈する地域貢献型自動販売機を設置している。同期はキリンビバレッジ中部建築本部の地域貢献型自動販売機としては1号機である。店舗の例、エンジェル店、ラブリー店といったユニークな店名が特徴である。トラキチ君。 トライくん、ラブちゃん、サルキチくん、バニーちゃんの5匹のマスコットキャラクターがいる。同社のロゴに描かれているのが、ドラキチくんである。2007年5月27日には、伊勢市観光文化会館にて、牛トラキッズクラブの会員と、その保護者を対象として、これらのキャラクターが出演するイベントが行われた。特に、トライくんは、同社公式サイト内に、 トライくんの部屋というウェブページがあるほか、プライベートブランドのトライくん牛乳を販売している。三重テレビの全国高等学校野球選手権、三重大会で高校野球限定のテレビ CM が放送される。ありがとうございます。